ホームズゲーム実況へようこそ、ゲイです。今日はですね、モンストでなんか新しいイベントのジラフィールさん、これ来てるみたいなんで、これの究極にね、挑戦したいと思います。ちょっともう2回目3回目ですか、ちょっとわかんないですけど、最初の時ができなくて、で今順位が上がってきてたな、やってみたいと思います。で、重力バリアがね必要だってありました。だから一応このメンツ、クイバタ、ナポ、ビシャモンテン、このがフレンド、危ない危ない、触る場所また間違えたこの引っ張るところさえったらキャラ出ないから、こっちだからね、こっち押さえてね。これ、マックスはシローさんね、これが一応重力バリア。ただね、僕の場合貫通が3体もいるから、あ、フレンドさん含めて3体だから結構やばい。で、見てたらこの間にこれ入るといいって書いてあったんですよ。はい、おお、やったラッキーで、そこの新しいこれで針、なんていうんですか、これなんて書いてある、ニードルなんてら、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、これがね、新しいやつ出たらしいんで、これすげえ食らうから、ちょっとあんまり食らいたくないから、いやーこれ当たるぜ絶対。ああ、ほら3300、ああもう6000、2回食らっただけで、これ結構食らうんだよね。そうで、敵の攻撃も食らうでしょ。だから本当はこれ理想は2人反射がいた方がいいよね、てか貫通で来ない方がいいんだよねいねえからさ、そこはしょうがない。あ、これ何、これバリアなの、何なの、やべやべ。まああんまり敵のレーザーもそんなに2人食らなければなんとかなるかな。で、このリシャほら当ててレーザー当ててさ、ちょっとレーザーバリアも出るってことだからね。うん、はいはいはい、ちょっと時間かかりそうだね、これね、すごい時間かかりそうで、ここ、これ間に入りたいけど、これ絶対当たるな。あ、ここでいいかな、ほい、オーケー。そうそう、ここ間に入れるらしいんですよ。だから入るとうまくいくんですよ、いろいろと物事がねこれハート取るか、もうこれビシャーって取らないから、え、ハート取れた、あ、取れてない取れてない、あー、やばいやばいやばい、次取ろう次取って、もう一回食らう、しょうがない、これ食らうのはしょうがないから、はい、あー、やばい、ゲージミスった、あ、やばい、あ、しかもスピードアップしためっちゃ食らう、めっちゃ食らうやばいなこれ。で、なんか飛行でもこれ避けれないってかって書いてあったんで、これ結構やばいよね、これね、すげえ食らったよ今。よし、はい、ちょっとゲージミスト、まあ、ゲージミストもまあ重力バリアだから、まあまあまあ最後最悪セーフ、ちょっとあれだけどダメだけど、全然、むしろ全然ダメだけど、だからここがね、いや究極だから難しいよね、しかもレーザーが効かないでしょ、そこだよね。もうこのトゲトゲやだな、トゲトゲ、え、これトゲトゲある？トゲトゲなさそうだね、なさそう、うん、よし、これ縦でめっちゃぶっ飛ばそうだ、おい、お、めっちゃ食らう、すげえ食らう、ビジャモンテのレーザーすごい強い、弱点当たったからね、おお、これはもう絶対当たるよね、今のね、どう見ても絶対当たるやつだよねこれナポでもう一回いけば、お、いいじゃん、このここいいじゃん、もう一回レーザー当てられるよ、これきっと、オッケー、完璧。こいつなんだ？あ、なるほどね、ゴリラ君をぶっ飛ばすと降りてくるのかな、確かゴリラをとにかく優先的に倒してくださいっていうなんか情報見たから、合ってる？わかんないけど、で、これね、本当はね、この反射系がいれば、ここの間に入ればあの、いいんだよね、でも反射系がいないからまあ倒したから、うん、反射系が食い方一体しかいないんでね、しょうがないですね、意外と強いなこれ、よし、横で、あー、レーザー外した、マジか、あー、マジか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 、いや、2人は当たりたくないね、2人はなるべく当たってほしくないね、うわー、これも、うーん、きわいなー、きわいなー、よし、こういって、こういって、あいつら2人になってよ、おい、よし、よし、あーと、また1体食らう、まあ、次、ハットでしょ、この次、ハット取れば、まあ、大丈夫っしょ、多分あ、ね、あ、せっかくならあれがでっかくなってから取りたいね、倒しきっちゃうかな、あ、やべえ、発射しちゃった、あ、大丈夫だ、あぶねえ、あぶねえ、戻そうと思ったらビュンっていっちゃったよ、まあ、これで倒そう、倒せるかな、倒せるかな、ビューズ当たるかな、よっしゃ、オッケー、ボスかな、そろそろ、あ、まだだね全然ボス来ないね、まだだね、これもゴリラ君を倒した方がいいって書いてあるね、うわっす、ここ、あ、出ちゃった
そう、ゴリラ君を倒すと キリンさんがキリンさん、ジラフィンさん、こういうのがね移動してきてくれるんだってね。だから針が当たんなくなるのかな。ゴリラ君を先に倒した方がいいみたいですね。ほらほらほら、そうすると針にね当てにくくなるから、これはねせっかくならねナポに当てて戻ってきてからのみたいな感じがいいね。ただこの角度だとちょっと無理だね。こうしようか。もうだビジョンズのレーザーで撃ち抜くって感じだ。あ、待って、これレーザーバリアついてるね。これ効かないやつだね。これここにいたら効かないやつだわ。困った。よし、もう弱点をつこう。そしたら思い切って弱点をつくまどって、こっちの方がいいじゃん、貫通だしね。よしよしよし、なんだこいつの攻撃、なんだ、大丈夫か。とりあえず大丈夫だな。この間には入れるんですか、わかんない、行ってみよう。チャレンジ、入れなかったね。まあまあ、で結構弱点当たったからいいんじゃない。あ、なんだ、何した。あ、回復か、回復もあるってあったね。まあでもこれ次倒せるでしょ。よし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 、であと次のターンでこいつを倒したいけど、横か、横横横が倒しきれないのかな。こいつ弱点ねえもんね。うん、やばいな、あんまりいっぱい当たりたくないんだよね、レーザーに。なるべく。よし、これハート取って。ちょっと待って、上は当たっちゃいけん、いけん、いけん、いけん。上当たっちゃいけないね。当たってしまった、また。これ、やはり嫌だな。しかも意外と3000でしょ。でも、バン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 ってやったらすごい食らうってことだよね。まあ、ダメージオールみたいな。あ、ダメージオールとまた違うけどさ。これはね、ゴリラ君を倒したいんだけど、これは動けないね。逆にこうしとこうか。ほい。よし、針踏んでないね。踏んだ？少し踏んだ？少し踏んだかもしれない。うわぁ、もう針踏んでるね、これね。まあでも、一回だけ踏もう。本当はゴリラ君を倒したい。一回だけ。待って、レーザーが効かないね、これ。やべえ、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 やべえ。すげえ強え、すげえ強え。うわ、困ったね。これレーザー効かないゴリラ君だね、このゴリラ君。うーわ、そうきました。やっぱ縦の方がいいのかな。はい、このゴリラ君はレーザー効かないゴリラ君だね。そうだよね。うわー、これここにいるから逆にもうこのままレーザービシャビャー打った方がいいかな。それもありじゃない。針食らうけどゲージ落ちたし、やべ、普通にゲージ落ちた。あ、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 おお、おっかねえな。いや、マジで？やばい。やばいじゃん。次何？ゴリラ君。あー、これもういいや。ハート取り行こう。踏むけど、針を。こういけば戻ってくるでしょ。よし、ゴリラ君を倒してくれ。なんとかゴリラ君を。よし、ゴリラ君を倒した。よしよしよし。これはもう針は踏みたくないから横でしょうね。はい。全然だな。この変な、あれが、あ、呼ぶんかい、そうだ。呼ぶっていうのもあったな。うわー、うざいな、これ。呼ばれちゃったな。よし、次の食い旗で、なんとかしてもらおう。仕留めてもらおうとして。これやっぱ貫通だとすごい時間かかるというか、あれだね。はい。あ、こいつが死んだ。よし。こいつが死ねば、レーザーも当たる？当たるんじゃないか？レーザーもやってくれるんじゃないか？はい、よっしゃ、レーザーも当たる。よしよしよし、あー、あとちょっとだよ。やべ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 、なんかやべ、めっちゃ怒った。やばいやばいやばい、めっちゃ怒った。これどうしよう、めっちゃ怒ってるこいつ。まだこいつは次があるから、いやいや待って、次があるけど、理想はこいつも倒してこいつも倒したいよね。そんなことできる、下行ってこれ跳ね返って上入ればいいのかな。あー、まあまあいいやいいや、結構おらい。本当はこの2人の間でうまく入れたらめっちゃかっちよかったけど、ちょっと無理だったね。これちょっと一旦で倒せないと、なんかすげえ食らいそうだから、倒してくれ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 、よし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 、オッケーオッケーオッケー、いいよいいよ。でまたこれもゴリラくんだね。これレーザーやっぱ効かないのがきついね。もう1人使っちゃう。 SS 天草さんの SS は何ですか。売れた敵で爆発して、あー、なるほどね。最悪いいよね、使ってもね。最後使えばでも一撃でぶっ飛ばせる気もするな。ちょっと待とう。ちょっと待って。
うわ、これはどうするの。レーザーが食らないからさ、ほら、レーザーが効かないじゃん、この人たちがいると。だからさ、結構困るんだよね、これ。これはこれでレーザー効かない。なんで俺レーザー食らってんの。これで食ってんの。とにかくこのゴリラ君をぶっ倒さないと。危ねえ、今のは当たんなくてよかった。とにかくこのゴリラ君を倒しに行かないとやばいんだよね。これ中に入っててもレーザーって食らないんですか。あ、効かないんだね。とにかくゴリラ君を倒せ。よし、ゴリラ君を倒せ。よし、 OK。 ゴリラ君を倒せばこうなるでしょ。こうなってくれれば結構ね、比較的やりやすくなるから。あとはどうしたらいいんだろう。これもレーザー効かないよね。だから横でスピードアップ取りながら弱点をつく。攻撃力アップ。でもだから本当は反射でいきたいよね、これもね。多分このね、変なリスみたいなやつ倒せば、リスだかなんだかわかんないけど、これ倒せばこれ楽なのかな。そんな気がする。さっきもそんな感じだね。このリスを優先的にぶっ飛ばせばこれがなくなるんですかね。なんかそうだよね、絶対そうだよね、これね。おい、そうでしょ、絶対。ほら消えた、オッケー。ただやばい、怒りモードになるのかな、これ。怒り出す、もしかして。でこれ今倒すしかない。ここ入れる。おい、あ、やべ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 。針当たっちまったよ。やべえぞ、待って、強えぞこれ。待て待てよ待てよ待てよ、これなんかそろそろやばい気がする、やばい気がする。ここで倒さないとやばい気がする。ちょっと待って、でも倒せないよこれね。よいしょ。なんか攻撃力アップしてきたね。すごいやばいねこれね、絶対やばいよね。次倒せるかな、これ全員で一撃でぶっ飛ばされる気がするよ。しかもこいつレーザーバリアでしょ。先にキリン君やっぱ倒そう。うわ、マジかよ。おい、倒して倒して。あ、ちょっと足りないね。待って、やばいかな。あー、やばいかな。この攻撃力ブワーが怖いんだけど。あ、大丈夫だったね。よし、よしよしよし、これで次倒せばもう大丈夫でしょ。おい、倒して倒して。倒せない、嘘だろ、倒せないのかよ。あー、やばい、あー、やばい、あー、やばいやばいやばい、めっちゃ食らう。やばいぞこれは。よし、これはもう倒してくれ。針に当たらないように、こんな感じで。よし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 、ハートももう取っちゃいいや。よし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 。あー、おっかね。スピクリアも絶対無理。やっぱ反射でいっぱい行かなきゃダメなんですよね、これね。きっとね。反射の方が絶対いいんだろうね、これ。だからもうそこは諦めましょう。あ、ハート取ってる。あ、ミスったミスったミスった。間違えてこれ踏んじまった。よし、一体ずつ確実に処理していこう。はい、もういいよ、スピードクリアは諦めてますからね。よし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 。あー、お前さんかい、お前さんかい。縦でいけば大丈夫かな。はい、 OK。 おーマジ怖えよ。よし、まあスピードクリアはしょうがない。もうこれラストだから、ここで結構倒そう。どうしよっかな。これ立てでいいかな。はい、多分こいつ倒せばいろいろなくなると思うんだね。ほらほらほら、レーザーが効くのがやっぱり一番でしょ。よし、今だ、必殺技を使う時だ。よいしょ、当たるかな、これ。2人にしか多分当たんないな。逆に2人当てよう。はい、いけ、よし、いいぞ、いいぞ、おし、いいぞ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 、おいいね、いいね、いいね、いいね。やべ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 。よし、これもうこれなんだっけ、メテオだっけ。当てればいいんだっけ。よし、振れます。当てなきゃいけないね、これね。これ全員こういけば当たるでしょ。おい、あ、ゲージミスったらやばい、重力バレー危ない。よしよし、どうだ、ドーン、オッケーオッケー。あれ、寝たよ、これ寝るの、氷結？え？これ初めて見た。そういうことなの？ちょっとわかんない。この、睡眠 ZZ、これ何？ちょっと僕初めて見たんですけど、わかる人教えてください。これ寝たのかな？よっしゃ、まあまあいいや。これ勝てるっしょ、これね。触れた敵で爆発して。よし、これ触れた敵でしょ？よし、触れた敵。はい。はい。どんな感じなんだろう？ちょっと見たことない。おーおー、いいね、いいね、いいね。おっしゃー！
仮面ライダー。やったぜー、イエーイ、勝てましたー。やったね、重力バリア、うん、貫通ばっかりでいったけどお、見てました、ありがとうございます、やったー、拍手。いや、なんとか新しいやつ、ジラフィーヌさん、キリンさんなのかな、あ、キリンさんか、英語でなんだっけ、ジラフ、あれ英語はわからないから、ちょっと、うん、すいませんそうか、キリンさんっぽかった、キリンさんね、きっとね。いや、なんとかクリアできました。また、次他の新編もまだ来てるよね、てか来てるてか、来始めたのか、コアラみたいな人と、究極はそれかだと思うんで、ちょっとそれをできるときにまた挑戦してみたいと思います。はい、ということで今日は終わりです。ぜひチャンネル登録お願いします。またやります。バイバイ。